はい、それでは長らく時間なかかってますが、最後の今日のお話をしたいと思います。今回の講習会で、いろいろ今まで発言とかパスエとかやってきたんですけど、ちょっと毛色を変えて、私のところはですね、まずそのゲノムの配列ですね、ゲノムのデータとかをいじる話をしたいと思います。ちょっと実は小野のところで、遺伝子発現の時にアフィメトリックスのプローブのところで塩基配素のデータがちらっと出てきたんですけど、あそことちょっとだけ被るんですけれども、そういう話をしたいと思います。で、私実は明日も朝午前中ずっとべったりですけど、やるんですけど、そちらは次世代シーケンサーのデータの話、次世代シーケンサーを使われている方も何人かいらっしゃるって聞いたんですけれども、そのデータがどんなふうになってて、次世代シーケンサーの解析ってちょっと皆さん、学会とか行ったらやってる人がいるとかで聞くと思うんですけど、そういうのがどういうのかとか、その辺の話を明日はするんですけれども、それの大前提として、ヒトゲノムが一応決まったことになったのは2003年なんですけれども、それからもう13年ですか経ったんですが、そういうデータをうまく活用してですね、そういうデータから本当は研究があるはずなんですけど、そういうところら辺の、ゲノム配列データの活用の仕方に関して、お話したいと思います。これはですね、なんでこんなん、また僕がこんなところで言うかというと、学部の授業とかでも大学院の講義とかでも多分なかったと思うんで、大学院の講義はいい先生がいらっしゃって、こういうのを教えたい先生いたらひょっとしたら習ってるかもしれないんですけれども、そういうちょっと、習ったとしてもそれからまたアップデートがあってだいぶ変わってるので、そういうところら辺をお話ししたいなと思います。それで、お前何もんやという話なんですけれども、私このライフサイエンス統合データベースセンターというところで、研究員やってます、ボーノと申します。で、昔から塩基配列の解析、並びに先ほどあった守屋さんの言ってたパッセイの解析ですね、両方やってまして、大学院の時にさっきあった結局のデータをどう使うかというのを研究してまして、でそれで始めて、でその後、理化学研究所の方で CDNA の配列ですね、塩基配列のその機能を予測して、さっきから出てるジーンオントロジーですね、それをつけて、KEGU のパスウェイにマップするというのも一つの解釈の方法なんですけど、そういうふうにしてやるっていうことを始めた後に、マイクロアレイのデータの解析ですね、どちらかというとそれから機能的なものをどう抽出するかというようなことを、ずっと、やってきました。で、それをやっていく過程でだいぶデータがあれば使えるんですけど、なかなか使えるようになってないという現状があって、そういう時にちょうどこのデータベース、ライフサイエンス統合データベースセンターというのを2007年にできたということがあったんで、その時にそちらに移らせていただいて、それから今もう9年ですね、こういうデータベースを皆さんが使って実際にデータ、自分たちのデータの解釈に使えるようにというふうなことをやってきました。で、この講習会はですね、そのライフサイエンス統合データベースセンター始めた次の年ぐらいからずっとやってて、アジャックス58って書いてあるとか分かると思うんですけど、都合58回ぐらいやってきてるんですね。それの58回目ということで、だいぶいろいろ、ノウハウもたまってきてて、いろいろやってるんですけれども、はっきり言いますと、この今日お話しするゲノム配列のものに関しても、半分新作です。で、どういう意味かというと、ゲノムブラウザーですね、今日はそのゲノム配列の使い方というので、ゲノムブラウザーの使い方を勉強するんですけれども、そこに関してはあんまり今まで詳しくちらっと触れることが多くて、やらなかったんですけど、古川先生の、こういうことやってほしいという中にですね、コスミックっていうがんで変異している場所の、塩基配列の、場所、そういう変異のデータベースがあるんですけど、そういうものを使ってみたいって話があって、これを使う時には必ずこういうゲノム配列を使う、ゲノムブラウザーを知らないといけないということで、このゲノムブラウザーをしっかりまずやろうと。で、私幸いなことに、1時間半と3時間というかなりの時間をいただいたので、明日の部分に関してはだいぶその NGS のデータをどう使うかという方に割と主眼を置いて、もっと濃いめにやろうと思います。で、今日に関してはまずそれの、大前提となるゲノムブラウザーの話をまずしっかりやろうかなと思ってます。そのゲノムブラウザーの話の前に、その実際にじゃあゲノムデータどこから取ってくるかとか、そういうお話をまずしたいと思います。
で何者かって話してないんですが、まあ、そういうやつで やってきた研究の人間で、最近こういうちょっと宣伝になりますけど、明日もまた話しますけど、こういう、次世代シーケンサードライ解析標本っていうのを監修させていただいて、まあ、私自身も書いたんですけれども、NGS のデータ解析に関しては広く日本で広めようと思って、そういう有志の人たちと、まあ、こういう有志の人たちにもここに来ていただいて、まあ、お話ししていただくんですけども、そういうふうなことをまあやってます。すいません、前置きが長くなったんですけど、本題にそろそろやろうかなと思います。で、まあ、本題は皆さんと一緒で、ここのここから ModDB のこのページの私のところのこのゲノム配列とそれに付与されたデータの使い方というところをリンクしクリックしていただければ使えます。で、今日の部分のに関しては印刷が間に合ったので紙でお配りしてます。それも見ながら、こっちも見ながらって感じで一緒にやっていただければと思います。で、皆さんも多分クリックしてやるのにこっちの方が便利だと思いますが、まあ、先ほど来というか、まあ、小野なんかが言ってよく言ってましたけれども、これちょっといろんな都合があってクリックしても新しいタブがとかウィンドウが開かないようになっているので、右クリックして適宜タブで開くなりウィンドウで開くなりして、このページは、まあ、帰ってこれるようにしておいていただいた方がいいかなというふうに思います。じゃあ本題進めていこうと思います。でですね、よいしょ、座らせていただきますが、まずなんですが、基本的にじゃあこの今日の話はまずどうするふうにするかというのを、ざっくりお話しますと、ですね、まずはだからゲノム配列を、まあ、探そうと、まあ、一番最初は統合テレビの説明なんで、もうこれも何回も聞いてると思うので、まあ、飽きたと思うんでしません。で、ゲノム配列を探すということで、一番皆さんが塩基配列のデータを探すのにどうしてますかというところで、まあ、こういうのはもう普段からやってる方も多いと思うんですけど、 NCBI ですねの使い方的な、まあ、一番簡単な使い方的なゲノム配列の探し方の話をしまして、でゲノム配列から探すってことで配列検索ですね、配列類似性検索っていうのをするんですけれども、まあ、そういうののツール、まあ、一番典型的なブラストですねの話と、さっきちょっと出てきたギゲゲノムの話としようかなと思ってます。そういうのをしてから、でその実際に公開されてるなり、まあ、これから公開するなりどっちでもいいんですけど、そういう配列に対してどこに何があるか、例えばゲノム配列だったらここからここまでエクソンで、ここからここまでが何か調節領域でとか、そういうのがあるんですけど、そういうのをアノテーションっていうんですけれども、そのアノテーションを足してみる手段っていうのが非常に大事になってきます。なんでかというと、今までは遺伝子とかで皆さんターゲットでやってきたと思うんですけど、その遺伝子っていうのはそのエクソンを全部足してスプライシングされたものでよかったんですけど、実際にはそうじゃなくてゲノム中にコードされててエクソンとイントロンにもこう挟まれてるわけですね。でそれを、まあ、ゲノム中でどういうふうにどこがエクソンになっててイントロンになってるのを知らないといけないわけですね。それはなんでかっていうと、転写調節領域とかなんかそういうのをみんな見たいわけですよ。そうなってくるとそういうのを知らないといけない。じゃあそれどうやって見ますかって言ったら、今までの遺伝子とではダメなわけです。でそれどうやって見るかというと、そのゲノムブラウザーなんですね。でそのゲノムブラウザーで、まあ、一番よく典型的に使われているものとして UCSC っていうところ、まあ、これはユニバーシティカリフォルニアサンタクルーズの略ですけど、そういう、まあ、要するにサンタクルーズ校ですね、カリフォルニア大学のそこで作っている、ゲノムブラウザーが、まあ、そのまんまで UCSC ゲノムブラウザーっていうんですけど、それをまあちょっと使うやり方っていうのをちょっと今回はしっかり目に皆さんとやろうと思います。でまあ、それと同じ、ゲノムブラウザーでヨーロッパの、EBI、まあ、イギリスにあるのケンブリッジ の、ちょっと、郊外のヒンクストンというところにある EBI という、まあ、エンブルの欧州分子生物学研究所でしたっけ、日本語にするとなんかそこでの、まあ、一つ の、 研究所である EBI ヨーロピアンバイオフィマティックインスティテュートなんかで作られているアンサンブルというものですけど、これねアンサンブルで、それをまあ、それなんかの使い方みたいなのもちょっとやってみようかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、ざっくり言うとそんな感じのことを今日はざっくりやったらもう今日終わりですから、もうちょっと我慢して待ってて、付き合ってください。はい。じゃあ、まあ、この辺は小野が言ったのと全く同じで、で、統合テレビももういいですね。はい、こういうのがあって、で今日言った話も部分は統合テレビができてます。でそれに関しては全部リンク貼ってありますので、それも後で、復習ですね、
あの時に話聞いたんだけど僕の喋りが早すぎてついていけなかったっていうのも結構あると思うし、もう一回あの自分で咀嚼したいっていう時もあると思うので、見てほしいんですけれども、今日の、関係する内容は統合テレビの、ゲノム拡散配列解析カテゴリーっていうのがあって、そこにあります。これちょっとまあせっかくなんで、小野さんが喋らなかったんで、これを一応ちょっとやってタブで開いておくと、こんなんです。こういうゲノム拡散配列構造解析っていうのが実はあったんですけど、これはどうやってアクセスするかというと、トップに統合テレビのトップからここにありますね、ゲノム拡散配列解析、これをやるとこういうテーマで取れます。でちなみに今日やってくれた発言解析なんかは、ここの発言制御解析可視化というところでやると、いろいろ見えますし、いろいろ統合テレビいっぱいあるのが、これ全部統合テレビ1個ずつなんですけど、見えることができますので、で今からお話しするのはこのゲノム拡散配列解析、この辺に割とあるんですけれども、実はこの分野新しい機能がどんどん出されていって、こういうのを作ってもすぐ古くなっちゃったりとか陳腐化しちゃうので、なかなか追いついてません。ですが、参考になるものは割とありますので、例えば今日お話しする UCSC ゲノムブラウザの使い方なんていうのは、こんなところにも統合テレビありますから、参考にしてみてください。はい、ついていけなくなったら残念なので、いつでも止めてください。この話に関しては割と、余裕がありますので、ゆっくりやっていきたいと思います。で、統合テレビ、じゃあ自分はこの使い方をいろいろ知りたいとか、後輩に教えたいのにないって言った時は、こういうリクエストフォームっていうのが統合テレビあるんですが、そこにリクエストしてください。こんなんですね、ここをクリックすると出てくるんです。こんなんですね、リクエストフォームってあって、こんなのを作ってほしいとか言えば、私と小野が見て、作ります。で、有償無償のツール関係ありません。どっちでもやるしというのが、はい、連絡してくれとかどうとかあるんで、はい、割とこういうので作ってほしいって言ってきて実現したツールっていうのは割とたくさんありますので、まあ言っていただければと思います。はい、ちょっと戻りますね。で、もうせえへんって言ったのにちょっと統合テレビの話しちゃいましたけど、はい、統合テレビに実は私がこのライフサイエンス統合データベースセンターに来た時に始めまして、その当時学生だった先ほどの小野さんを、と一緒に作り始めて、それ以来もう9年になるんですけど、言ってたように1000個ぐらいになったって言ってますけど、ああいうふうに長い間ずっとやってきてて、だいぶコンテンツはたまったんですが、どんどんやっぱり古いものは使えないっていうか、なんかだいぶ変わってしまってるんですけど、まあ新しいのどんどん作り続けてやっていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんもご協力ください。で、小野さん言ってたように作ってみたい方大募集です。はい、じゃあやっと本題に行きましょう。ゲノム配列を探すなんですけど、ご存知の通り生物種のゲノム配列っていろいろもう解読されてます。それが何種類ぐらい解読されてるか皆さんご存知ですかね。まあ多分解読してるのが、もちろんしたけど誰にも言うてないとかいうのもたくさんあるんですけれども、だいたいそうですね、今1万種ぐらいが今のところ解読してるんじゃないかというふうになるんですが、今の NGS のパワーを考えるとこんなのあんまり言ってもあんまり意味なくて、で解読されてて、それが公的なデータベース上にあってなんかやったと言ってるか、実際のデータが転がってるかっていうのを数えたりするとそれぐらいというふうな形なんですけれども、実際に皆さんが使うのは多分人とかマウスとかその辺の一番やっぱり人を知るために必要な部分だと思いますので、そこを特に人ですねのものを使うということに、主眼を置いてお話したいと思います。でですね、これはご存知の通り人のゲノム読まれてるんだから、それを使って研究しないと当然意味ないし、実際マイクロアレイなんてそういうのを、読まれたことが前提になって設計されてますから、そういうのは実は間接的に利用してるんですけど、もっと直接的にどんどん皆さん利用していただければというふうに思います。それはやっぱり深く自分の研究をやるために大事なことだと思いますので、はい。で、すいません雑談が長くなりましたが、NCBI ですね、NCBI って聞いたことあると思うんですけど、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォーメーションっていうアメリカの、NIH の下の研究所の一つです。で、もう一つこの NIH の間に NLM って入ってるんですけど、これはですね、
アメリカ政府の NIH の下の NLM の下の NCBA なんですけど、NLM っていうのはこれナショナルライブラリーメディスンっていって医学図書館ですね。だから、NIH の図書館部門の下に一応なってるんですけれども、まあ、実際にデータをこう蓄えてですねアーカイブしてで皆さんに使えるようにするという意味では確かにライブラリーみたいなもんなんですよね。まあ、そういうふうな意識を持って、まあ、使っていただくといいかなと思います。でご存知の通り NIH の予算で、まあ、やってるもんなので、NIH 関係というか、まあ、アメリカの政府関係の、まあ、分子生物学情報のリソースを蓄えていると。でアメリカの予算のためにあそこ の, アメリカの国の予算が急につかなくなったら急にパブメドが使えなくなったって事件があったっていうのをちょっと前にあったのを知ってるかもしれませんけれども、まあ、そんなふうに割と不安定なリソースのもとになってて、まあ、もうこんなことを知る人は少ないと思いますけどオイルショックって昔あったんですけど、まあ、そんなふうにオイルショックみたいにですね急にその情報がオイルがない石油がないというのと同じように情報も急になくなったりするかもしれないというのはこのインターネット上で皆さんが使っている以上はありえると。じゃあその時にどうするかとかいうふうなのはやっぱりある程度知恵を持ってないとそればっかり依存していると難しいというわけで、まあ、そういう状況とかいろいろ知って使っていただけるといいなというふうに思います。で、まあ、今はそういうのを普段から便利に使えますからじゃあこれを NCBI のこのサイトを使いましょうというのがまあ今の基本的なスタンスです。はい、じゃあですね実習いきなりいきます。まあ、動かさないともう眠くなっちゃうんで一緒にやりましょう。NCBI からゲノム配列を検索取得するという例で、まあ、これは本当に何でもいいんですけどここで、例で、すいません、そういう意味で日本語で言われたものに関してはすぐ英語を書かないといけないんで NCBI で日本語で検索してしまったという人いるかもしれませんけど基本的には引っかかってこないと思います。ですのである程度海外のとか英語で書くようなことをしないといけないと思いますので、まあ、それが例えばこれ中東呼吸器症候群で、まあ、新聞に出てるから聞いたことあるっていうふうなので、あってもですねちゃんとこれ綴りが間違ってたらこっちは Google みたいにあんまり賢くないので答えてくれませんので日本語しかわからないときはまあ、もちろんググってもいいんですけどせっかくなんで覚えたのでデータベース横断検索から英語名を調べてみましょうということで、まあもう知ってるからこれいいんですけど、まあ、時間がなかったらこれいきなり行くんですけど、まあ、ちょっとせっかくなんでデータベース検索でじゃあどうやってますかというのをやってみましょう。データベースのこの横断検索のサイトにこの中東呼吸器症候群っていうのを Windows でこれ見せるためにはいいのか、とりあえずコントロール C を押します今で、ここにコントロール V でペーストします。それで検索ってやります。これみんなでやったらまずかったのかな、まあいいやこうやって出てきますね。ここに中東とか言ってますね。ちょっと合ってるのかな、違うと思うんですけど、うん、あれ Not found、 ちょっとしばらく待てば出てくると思います。あ、ダメかな、これで落ちちゃいます。あ、そうですか、すいません。あ、なんかこのコロナウイルスが正しいんですか、このミドルイーストまあなんか特許とかも引っかかってきましたけど、本当はなんかたくさんヒットしてると思うんですが、なんか絞られてるな。あんまりやるなと言われましたが、みんな、まあみんなでこれやる必要ないです。この、まあこういう名前を調べるときに、この中東じゃ困るので、まあ答えは分かってるんですけど、まあこれを、すいません、攻撃してしまいました。で、まあ、ここに答えが出てくるんで、これで、これですね、こういうふうに、まあ、分からないときは普段はこういうデータベース横断検索でやってください。これで全員でやるからこれアタックになります、すいません。で、まあ、ミドルイーストレスパイトリーシンドロームですね、この略で MERS と皆さん言ってます。で、まあ、これこのだからフルの名前をもちろん MERS でやっても NCBA 答えてくれるかもしれないんですけれども、まあやってみましょうと、まあ、これを覚えておいて実際にじゃあ NCBI でこういうふうに検索してみましょうと。で NCBI にはここから行きますね、ここから、はい、で、はい、タブ開きます。 NCBI もみんなでやると良くないかもしれないんですけど、皆さんこう今やってください。僕は後でじゃ僕社長先やりますから、ちょっと僕でできなくなったらまずいんだ、
まあ、これ数回やってくるから大丈夫です。皆さんどうぞ やってみてください。大丈夫です。一気に一斉のでってやらなきゃいいんです、これ基本的には、はい。で、これが NCBI の結果なんですけれども、皆さんこんなんで検索したこと多分終わりだと思います。で、これで NCBI で普通に検索するといっぱいヒットしてきてようわからんって皆さん思うと思うんですが、まあ、全部いろいろなデータベースがあるのは、まあ、僕はいちいちちょっともう言いませんけど、せっかくなんで言っとくと、このリテラチャーのところがその論文のやつですね。で、皆さんよく使うのはこのパブメドとパブメドセントラル。パブメドの方がアブストラクトの方で、パブメドセントラルが全文で、これぐらいヒットがあるんですね。で、今知りたいのはゲノムなんですが、ここですね、ゲノム図の中を見て、まあ、いろいろあるんですけど、ゲノムのゲノムです。これ1個だけですね、大当たりですね、やったって感じで、まあ、たまこんなん1なんで、まあ、めったに出ないです。何個か出てきてその中から選ばないといけないのが普通なんですけれども、こういうふうにあったらこのヒットが答えなので、ここでゲノムのところでクリックします。そうするとその1個しかヒットしなかったやつが出てきて、それが MERS そのもの、まあ、コロナウイルスですね。で、それがですね、まあ、こんなふうにいろいろ情報が出てくるんですけど、まあ、例えばここの、このウイルスがどういう種に属してて、そうですね、でゲノムの状態がコンプリートゲノムで登録されています。ちょっと見づらいかな、うん、コンプリートゲノムで登録されてて、まあ、この辺はいいかな、まあ、タンパク質が11個あってとか、で長さがだいたい 0.03 メガだから30キロぐらいとか、そういうのが、いろいろ分かるわけです。で、先ほど来出てきてたレフセックですね。レフセックっていうのは実は、まあ、メッセンジャー RNA だけっていうかのような気がするかもしれないですけど、実はシーケンス情報に関しては全てリファレンスが作られてて、ゲノムに関してもレフセックがあります。だから、このウイルスのゲノムとかもこんな風にレフセックっていう形で、この、NC なんとかなんとかっていう始まるこの ID ですね、これがまあレフセックの ID で、だいたい N から始まってて、もう一文字あって、あとは数字があって、最後に点なんとかってつくんですけど、点3っていうのはこれバージョンで、まあ、普通はこの点3とか点1とかついてるような ID と、それがついてない ID とあるんですけど、基本的には最後のやつはバージョンなんで、ついてるものとついてないものをだいたい同じに扱うような時もあるし、そうでない時もあると。まあ、このこのレフセックっていうのはこの番号、レフセックの ID はこれで、この INSDC っていうのはこれ実際に一番最初にこのエントリーというかこのシーケンスを読んだ時に登録された時のジェンバンクの ID です。これ INSDC って言ってるのはジェンバンク、エンブルバンク、まあエンブルですね、いわゆる、とあと DDBJ でどっかで登録したんですけど、それは全て交換してるので、どっかで登録した元々の塩基配列のそのサブミッションの ID です。で、まあ今言ったように30キロぐらいで GC 含量が41.2% で、タンパク質が11個あって、なんでか分かんないけど遺伝子が10個というふうになっているというふうな、まあ、このウイルスの状態であるというのが分かると。まあ、これを見るだけでもいろいろ分かるんですけど、まあ、なかなか慣れないから、どこに何が書いてるか分からないと思うんですけど、 NCBI でこのウイルスとかをと検索したときは同じくこのフォーマットなので、だいたいこのテーブルを見れば欲しいデータとか ID がすぐ分かるというふうな形になっております。これはまあそうですね、データベースカタログとか先ほど来出てきたデータベースアーカイブと、そういうのとはまあ精神が非常に似てて同じように見えるという感じになってます。はい。で、すみません。それでですね、まあ、この辺は全部今やっちゃいましたね。で、この絵、僕が撮った時と微妙に数字が変わってると思います。で、これゲノムリージョンっていうところにこんなのが出るはずだって書いてあるんですけど、こっちは出てなかったですね。なんででしょう。実はここをクリックすると出ます。隠れてるんですね。でもちょっとみんなで一気にアクセスしすぎたせいか出てないかな。出ると思うんですけどね。よいしょ。あ、これ違います。ここですね。すいません。僕も間違えました。これグラフィックスですね。をクリックするしないといけないようですね。あれ違うわ。あ、そうや。これですね。ちょっとなんか。また仕様が変わったかもしれないですね、ここね。すいません。普通っていうか検索すると
普段はこれ出るんですけど、ちょっと今は出なかったので、ここのグラフィックスってところをもう一回、クリックして、出しました。あ、ここに、あ、出ますね。なんかちょっとおかしかったですね。あ、すいません、グラフィックス忘れてください。普通に検索すると普通はこの下に図が出るんですけど、みんなでアクセスしたせいか出ませんでした。これはそのコロナウイルス のゲノムを、読んだ時のやつと、ゲノムとその中にこれコードされているこれ遺伝子なんですけど、一個ずつ一個ずつ、なんか一個すごいでっかいのがありますね。なんかそういうふうな形になっているというものがこの検索の結果ですね。で、じゃあレフセックの ID が先書いてあったんで、それをレフセックを見ましょうというのがこの次の演習です。演習っつってもクリックするだけなんですけど、ここですね、この NC なんちゃらかんちゃら、これをクリックしてください。そうするとこれで MERS の、コロナウイルスのコンプリートゲノムっていうのの、実際のレコードが出ます。上の方とかいろいろ、いつ登録されててとか、なんか誰がどういう論文で発表してとかいうのがいっぱい書いてあるんですけど、で中には CDS、 これ CDS のコーディングシーケンスっていって、タンパク質配列がどんなのがあったかっていうのがずっとずっとずっと書いてあって、なんかもういっぱい書いてあるんで、どこがあってとか、タンパクがこんなあってみたいな。でずっとこれもう一個ずつ見てると大変なので一気にいっちゃいますけど、ずっと下まで行くと塩基配列になります。ちょっともうちょっと上かな、この辺から始まってるかな、この辺ですね、この辺からオリジンって書いてあるとこから始まってるので、オリジンっていうのを検索していただいてパッと行くというのはありです。例えば、これも使い方ですけど、ここで、ウェブブラウザーの、コントロール F って押してオリジンってやると、オリジン弁当のオリジンですよ、オリジンってやってやるとここで来るんで、でこれだけやったら数字が入ってて非常にコピー&ペースしにくいとか言って使いにくいと思いますので、最近では最近ではですね、この上にファスタってあるんですけど、ファスタこれクリックすると皆さんもやっていただくといいんですけど、こういうふうにファスタ形式っつって、ブラストとか他のなんか配列アプリケーションを使う時のフォーマットにこうなってくれるので非常に使いやすいと、というわけです。そんなんですね。はい、ここに書いてあるところです。これ、5番に書いてあるんですね。最上部のファスターをやるとゲノムの塩基配列が抜き出せますと。でこれで、コロナウイルスのゲノム配列が得られましたと。万歳ということです。これが1個目の演習でした。こんなんしょもなすぎてって言われるかもしれないですけど、こういうのは基本でして、結構皆さんここまで全部知ってたって人はなかなかいないと思いますんで、こういうふうに使ってみてください。で、こういう、今ウイルスの話したんですけど、ウイルス の配列とか微生物なんかはこのゴールドっていうデータベースがあります。ゲノムオンラインデータベースって言うんですけど、このゴールドっていうのを見ると、結構どれぐらい今ゲノム配列が読まれてて進行中でとかいうのがまとめられてます。でこれですね、はい、で今何個ぐらいかっていうのちょっと見づらいんですけど、これここに出てるんですけど、なんかスタディバイオサンプルシーケンシングプロジェクト、僕1万って言ったけど全然1万じゃないですね、いっぱいですねあとそうですね、ここで、どういうものが進行中かっていうのがいっぱいで出て、数字とかが欲しかったらこういうところから見るといいと思います。アーキアとかバクテリア、ユーカリオでどれぐらいやってるかと、あとウイルスとかいうのもこのゴールドっていうのから出てるんですけど、今日はちょっともうこれとか説明してせずに、やるんですけど、このゴールドに関して説明知りたかったらこの東方テレビを見てください。すいません、ちょっとここは駆け足で次行こうと思います。で次のそのゲノム配列から探すというところをやろうと思います。で、ですね、ゲノム配列ここに書いてある通り得られても、その中から欲しい領域を目で見つけてくるのは簡単じゃないんですね。で、それを、コンピューターの力を借りて、自分の欲しいものを探しましょうと。で、これはちょっと研究やった人はすぐ当たり前すぎても分かると思うんですけど、塩基配列の検索っていうのをコンピューターでやるっていうのはもう分子生物学者がもう20年来ずっとやってきたことで、もっとか30年ぐらいからやってきたことで、それの歴史がここに、僕が昔どっかです講義したやつのスライドでやってあります。で一番有名なのはこのブラストってプログラムで、ブラストっていうのはベーシックローカルアライメントサーチツールの略
頭文字を取ってて、ブラストって呼ばれてて、ブラスト自体はですね、実はできたのが1990年ですに論文が発表されて、今皆さんが使っているブラストはブラスト2ってバージョンで、昔はギャップがなかった、ギャップを許さない検索をしてたんですけれども、そのギャップ版のブラストが出たのは1997年ですねに出てまして、それからずっと使われてます。まあ一番最初にそういうコンピューターを使って、塩基配列の解析をした論文が出たのはこの辺の多分1983年ぐらいの、サイエンスとかに出てて、まあそういう頃はいろいろ検索するための方法、これなんとかニードルマン分子法とかスミスウォーターマン法っていうのは、これ塩基配列をコンピューターに類似性を検索させるための、アルゴリズムと呼ばれるもので、こういうものが開発されたからこそコンピューターでやらせられるようになったんですけれども、先ほどの守屋さんの話にあった S サーチっていうのは、このスミス・ウォーターマン法を、やるためのプログラムなんですけれども、そういう塩基配列を解析する、塩基配列をこう類似性を見つけるための、方法とプログラムっていうのは、表裏一体で、こっちをとあとプログラムの実際の名前っていうのを、知ってないと、使えなくてですね、もうこういうふうなのがこの時にあったんやっていうのことだけ知っていただければいいと思います。ちなみに NCBI は1988年にできてて、その2年後にこのブラストが NCBI の仕事としてこう発表されたというものであるということです。で、こんなんですね。下の方はいいです。そういうもので、で僕今実は言葉結構気使っててですね、皆さんよく、配列相動性検索って言うと思います。僕は配列類似性検索としか言ってません。なんでかっていうと、配列相動性っていうのは遺伝学の言葉で、もともとその共通の2つ その配列があったときに、それが共通の祖先を持つというときに、使う言葉なんですね。配列相動性検索、ホモロジーってやつね、英語ではホモロジーサーチって言いますけど、そのホモロジーっていう言葉です。で、類似性はシミラリティって言います。でシミラリティっていうのは、そういう進化的な類似性とかそういうの関係なく、ただ単に似て似てないってことを言うということです。でコンピューターでブラストで探せるのは、実際にはこのシミラリティの方で、類似性の方なんですね。でホモロジーっていうのは、それは人間が判断してこれとこれは違う生物種だから、ホモログであるととか相同であるというふうに言うのであって、実際には多分、配列相同性って言わないで配列類似性って言わないといけないんでしょうけど、あまりにも配列相動性検索って言葉が有名になりすぎちゃったんで、もうその辺ごちゃごちゃになってるのが現状ですが、せっかく僕今国立遺伝学研究所というところで働いてるんですけど、せっかく遺伝学のことを言う機会があるので、そういうことになってますっていうふうなのをちょっと強調させていただきたいと思います。ですので皆さんもぜひ配列類似性検索というふうに言っていただけるとありがたいなというふうに思います。でそれに関してはこのツイッター上で議論があってですね、それのトゥゲッターっていうのがまとめサイトがありますので、こちらを見ていただけるといいかなと思います。はい、ツイッターもたまに役に立つんですよ。こうやってこんな配列相動性検索じゃなくて配列類似性検索とか言って、こういうふうに、はい、そういう議論がございました。はい、すいません。じゃあちょっと消しさせていただいて、またちょっと貯めていこうと思います。はい、でブラストなんですけど、今ブラストのページってこんなんですね。あまり最近使わないっていう人もいるかもしれないんですけれども、昔からやってきた人は昔との違い、今の人初めて使われる方はこうなってるっていうのを知ってほしいと思います。でブラストって昔は多分ですね、今はこういうインターフェースなんですけれども、要約するとここに書いてるんですけど、アッセンブルドゲノムっていう、要するにですね、ゲノム配列をアッセンブルっていう、要するにつなぎ合わせた状態の塩基配列の検索っていうのが、それ生物種ごとにあって、それが上位に一番上の方に書いてあると。それはこれのことですね。これですね、アッセンブルドゲノムで、人であるとかマウスであるとかラットとか、いろんな生物ですね、そういうものがこっちに来てると。で
その下にベーシックブラストっていって、塩基配列と塩基配列を比較しますと、自分が検索したいのは塩基配列で、データベースも塩基配列であるというブラスト N を検索するとか、ブラスト N これですね、メガヌクレオタイドブラストって書いてあるやつですね。あとはタンパク、自分が持っているのはタンパク質配列もしくはアミノ酸、予測したアミノ酸配列 でデータベース側もアミノ酸配列だったらプロテインブラストを使うとか、そういうふうな、基本的なブラスト のプログラム実は5種類あって、これは何でかというと、自分の方が、持っているものが塩基配列かタンパク質かで、データベースが塩基配列かタンパク質かで、本来なら4通りしかないはずなのになぜか1個多いんですが、それはなぜか、何が1個多いかというと、塩基配列と塩基配列を比べるときに塩基配列レベルで比較するか、タンパク質配列に翻訳して比較するかというので、2つあるからです。それがヌクレオタイドブラストと T ブラスト X ってやつですね。これは両方とも塩基配列 がクエリーで、データベースも塩基配列なんですけど、塩基配列レベルで比較する。で、これはアミノ酸配列レベルで比較すると。そういうのであって、実際 5種類あるんですけど、こういうの方がもうちょっと下に来てるんですね。ベーシックの方がなぜか下に来るというのはですね、これ理由があって、もう最近は塩基、個々のゲノム配列をどんどん決めてるので、あれなんですね、昔みたいに全部のデータベースに対して検索するっていう需要が減ってるし、それをやるとも大変なことになるので、塩基配計算機的に非常にコストが高いということで、それはもう勘弁してくださいということになってて、こうなってます。はい。で、昔はそういうのを今言ったやつ、これですね、ここに書いてあったね、すいません、これを見した方が簡単だったねこういうことです。さっき言ったんで、そういうのをなってて、昔はその全てのデータ全部に対して検索するというのをよくやってたんですけど、そういうことはもう今はしないと。で、皆さんが多分やるべきなのは、もし、ブラストをかけるとしても、ここのをクリックして人とかマウスとかいうものに対して検索するということが非常に一般的だし、こっちでいいと思います。だって全然ね、桃園のものとか見たくないわけでしょ、多分多くの場合、ね、そういう場合はそういうふうに見たいときはそういうふうに指定してやればいいんですけど、多くの場合は多分生物種限定ですから、そっちを見てブラストを使うっていうふうに、してください、はい、それの方がエコーです。節水と同じです。本当に計算機資源もタダじゃないので、そういうふうにどんどん浪費しないようにしていただけるとありがたいと思います。で、そういう、検索でやるっていうのがブラストですよという話ですね。で、ブラストの件に関してはもうあまり、それぞれの目的があってやることだと思うのであまり言いませんけど、よく聞かれるのはこのパラメーターって期待値の E バリューってなるんですけど、これがいくつがいいですかってよく聞かれるんですけど、そんな知らんやんっていうか、あなたが判断してくださいっていうのが答えです。それは期待値っていうのは1になると、データベース上に偶然にヒットする確率が1である。要するに偶然に見つかりそうっていうのが期待値、E バリューが1の時はデータベースでそんだけ自分の配列と同じものが偶然にヒットするのが1個あるということなんですね。だから1以下だったら全部優位なんですね、本当は。だからなんぼがいいですかとかよく聞かれるんですけど、そういうのはもう分からないですっていうのは僕答えなんで、はい、適当にやってくださいっていうのは答えです。で、そういうブラストに関してはそういうところですね。で、こういうこと言うと怒ってくる人いるんですけど、この E バリューいくつが大事なんやっていう人はすごいいるんですけど、あまり、業界の人は気にしてませんので、はい。で、ゲゲノムに関してじゃあお話しましょう。これゲゲノムってさっきググルナの話があったと思うんですけど、ゲノム版のググルナを作ろうっていうことで初めて、ちょっと前だとアマちゃんでジェジェジェノムって呼んでたんですけど、最近はまたゲゲゲノムに戻りました。で、これはですね、実はさっきの、NCBI でいうところの、アッセンブルドゲノムに検索しますっていうのが NCBI のサービスであるんですけど、これはブラストで検索するんですね、全ゲノムに対して。でこっちよりも全然早いし、早いだけじゃなくて短い配列に対しても検索できるというのはこのジェジェジェノムになってます。でなんでそうなってるかというと、全然ブラストと検索する手法が違うんですね、アルゴリズムが違う。ブラストっていうのは先ほど来見せてたその昔ながら その、ニードルマン分子法とかスミス・ウォーターマン法って呼ばれるダイナミックプログラミングっていう、日本語にすると動的計画法って何のことか分からなくなるのであんま使わないんですけど、そのダイナミックプログラミングの手法でやってるのに対して、このゲゲゲノムっていうのは完全にこれマッチングです。
マッチするしないっていうので作ってて、しかもこれはあの NGS なんかで使うあのサフィックスアレイというまあデータ構造を使ってて、その検索する対象を特殊なあのデータ構造にしておいて、それをその上でまああのマッチするという方法を使ってて、そのサフィックスアレイの方法っていうのは NGS のデータ解析で今普通に使われているものです。そっちのまあ検索方法でまあゲノム配列をまあすぐパッと検索できるようにしているのがこのゲゲゲノムです。でこれをゲゲゲノムをみんなで使って、ちょっとゲゲゲノムの耐久テストをみんなでやろうというのが今からのテストです。これはゲゲゲノムを作っているのはうちのチームなので、あの全然落としても問題ないので、あのこれみんなでアクセスしていじめてみましょう。はい、大丈夫です。ゲゲノム早いから、あのまず落ちない、落ちないというか落ちたことはないです。でゲゲゲノムなんですけど、これあのまあこんなサイトになってると思うんですけど、まあいろんな検索の仕方ができます。できるんですけど、一番一般的なのはこういう塩基配列をただ入れて検索するんですが、かなり短くてもいけます。例えばブラスだったらこんな10塩基とか多分無理だと思うんですけど、まあ10塩基ぐらいにしてあげてください。あのもうちょっと短くすると多分答え返ってこなくなると思うので、10塩基ぐらいをなんか適当にあの A と T と G と C だけのにしてくださいよ。あのこう自分でなんか検索してみたいあの塩基配列10塩基ぐらいを入れて、まあ特になければこの CTGACGGTCA っていうのでやってみようと思うんですけど、あのまあこれでいいです皆さんも、まあ、ない人はでも自分でやってみたい人は別のパターンでもいいです。これをコピーしていただいて、この Google、ゲゲゲノムの方に、ペーストします。でこの時にちょっとこれもあれやな、ちっちゃくて見えないね、あ違うなこれぐらいか。この時に、検索する対象なんですけど、Google なの時は多分いろんな生物種一気に計算できたんですけど、ゲゲゲノムの場合はなんか生物種選んでください。まあ人かマウスかなんですけど、何もせへんかったら人になってますので、まあ人でいいです。で、検索ってやってください。そしたらすぐ返ってきたね。でじゃあこの解釈の話をちょっとします。皆さんどうですか、返ってこないって人いますか。返ってこないって人いたら教えてください。ぜひレポートしたいので大丈夫ですかね。まあいいです、あのまあこういうふうな感じで出てくるんですけど、じゃあこの解釈の方ちょっとお話ししてからちょっとオプションの話します。で、これなんですけど、あの今この10塩基のパターンでヒトゲノムを検索したときに、ゲノム配列でこのパターンが何回マッチしたかというのがここに出てるんです。733回ヒットしました。ヒットするところがありましたゲノム中に。でゲノムはご存知の通り、あのプラス差とマイナス差、ワトソン差とクリック差ありますから、あのそれの両方に対して検索してるんですね。で上側にの方が370回、下側の方が363回、裏側ですね。でそれを足して733回ヒットしてますと。でじゃあどんなところヒットしましたかというのがこの下にザーッと書いてあるんですね。ザーッと、まあ、こんなんだけ見てもあんま嬉しくないと思うんですが、たまに嬉しい時があるんですね。これは自分でこのパターンで検索したいとか。でどういうところにヒットしたかっていうのはこの1個ずつクリックすれば見えます。でじゃあどうやって見えるかっていうと、ここで初めてゲノムブラウザが出てくるんですね。はい、新しいタブで開いてみましょうか。そうするとこのゲノムブラウザ上でここでしたっていうのが出てきます。これちょっとここ言われてもね、一番染色体のすごい端っこの方にっていうことだったんですけど、これ染色体のよく見るギムザ染色の黒ギムザ陽性とプラスの図ですけど、これの赤い部分ですね。赤い棒があるでしょ。これ実は本当は四角形なんですけど、すごい細いから四角に見えないんですけど、すごい拡大してるからですね。だってこのここだけで CTGAC ってこうなってて、それがこれ1塩基ごとの解像度でこれ10個あるだけなんですね。じゃあこれじゃちょっとあんま嬉しくないので、ズームアウトしようと思います。でじゃあズームアウトなんですけど、まあそうですね、100かけぐらいしましょうか。もうズームアウトいきなり。そうすると今のやつが 100かけで、だから今10塩基だったやつが、横が10塩基だけだったやつが100倍しましたから、1キロ横が1キロの長さになって、さっきのヒットしたところがどこだったかというのが出てます。そうするとなんか、遺伝子の中へというのが分かるんですね。これここにレフセックジーンというのが書いてて、でこれがゲノムブラウザなんですよ皆さん。
わかりますかね。だから遺伝子ごとに言ってるんじゃなくて、こういうゲノム中のどこぞに、今自分をヒット検索したやつが当たりましたよというのがこのゲノムブラウザでして、まあこういうふうにしてなんか使うのが便利と。今ちょっとズームアウトしましたけど、ちょっと横にずれるとか、これですね、横このマークでやると横にずれるとかあるし、もうちょっとさらに3×、今1キロだけ見てますけど 3×にすると3キロになりますね。でさらにズームアウトしてみて周りの遺伝子の特徴を見てみるとか、こういうのがゲノムブラウザーで、今自分が見たかったところにどんな遺伝子があったかというのはこの辺に出てるんですけど、それ以外の特徴なんかもこんな風に出てて、例えばそうですね、いろんな生物種でどんな風にその遺伝子があったかとか、あとスニップのよく知られているスニップがどこにあったかとか、あと繰り返し領域であるというリピートマスカーって書いてあるのは、これはリピートがマスクされるんですが、繰り返し配列が大体あるからなんですけど、繰り返し配列のあったところがこういうふうにバッと横に線で出るというのがこの、ゲノムブラウザーになってます。まあこういうのがまあにこう飛んでいけるというのがこの特徴になってます。でじゃあちょっとゲノムにちょっと戻りたいと思います。またこのゲノムブラウザー後でもっと詳しくやりますから。でゲノムなんですけど、今これでミスマッチが許さないで、これ完全マッチだったんですけど、ここを数字を変えることができます。検索する塩基配列の長さの 25% までって書いてあるんですけれども、まあ、10塩基やったらまあ1個か2個までいけるわけですね。でここで例えば1って書き換えて検索ってしてみたいと思います。そうするとだんだんこれこんな風になって、1個ギャップ許しただけでものすごい14万個以上ありますとか、こんな風に出てきます。もうちょっと複雑なパターンを、複雑っていうのは長くてなパターンを入れてほしいんですけど、まあこういう風にまあそれでも検索できるというのはこのゲゲゲノムの特徴になってます。はい。なのでどんなことができたかっていうと、もう一回トップのページに戻っていただくと、まあここに書いてある通りで、ストランドって指定するとプラスさマイナスさだけできるし、まあミスマッチもまあ許すとかなんかいろいろあるんですけど、そうですね、あと何がいいかな、あとはまあ生物種がいろいろ指定できるほか、あとで実はこれも話するんですけど、これ横やったらあんまり嬉しくないか、こんな風にヒトゲノムもなんか3つぐらいあると思うんですけど、これはそのヒトゲノムのバージョンっていうのもどん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 変わってて、何年間に一遍国際的な取り決めでというか、皆さん研究者の間であるバージョン使いましょうというのが 3,4 年に1回みんな変わってます。見てると分かる通りですけど、まあ、マウスなんかだと今使われているのはこの MM9 か MM10 のどっちか、まあこの MM9 って言ってるのは NCBIM37 っていうのと MCBI37 かと同じバージョンの意味なんですけれども、まあ、こういう名前をずっと使ってたり、ヒューマーの場合は今よく一番使われているのは HG19 もしくは GRCH37 っていう名前のバージョンなんですけど、最近はだんだんこの HG38 っていう新しい方ですねを使って研究するようになってきました。これなんでこんなのが同じ人のゲノムなのに違うんですかって皆さん言われると思うんですけど、それはですね、どんどん研究をしていくにつれて昔の不備が分かってきて、どんどん修正されていってるんですね。でこれはご存知の通り、誰か一人のゲノムじゃなくて混ぜ物なんですね。そのヒトゲノム一番最初に決めた時に、ここの領域はこの人このどっかのグループが出してっていうふうなものをやったやつがずっと受け継がれてやってきてて、まあ、それももうだいぶ長くなってきたからちょっと変えようという動きも今もあるんですけれども、まあ、そういうのはとりあえず置いといて、そういうリファレンスとなってるゲノムと自分が今読んでいる患者さんのゲノムがどう違うかとか、あとコントロールとしたい人のゲノムとどう違うかとかいうのの差分を取ったりとか、そういうふうな解析使うためのリファレンスのゲノムですね。もちろん一番新しい方がいいんですけど、なんで古いのが出てるかというと、そのゲノムに対して付けられたアノテーションっていうのはこのバージョンごとに違うんですね。なんで違うかっていうと、その時の最新だったからなんですね、その付けた人ので。新しいものにするためには何らかのこう、座標変換とか、あと座標変換だけじゃなくて新しいところにどうなったかっていうのの影響を調べたりしないといけないので、もちろんみんな最新のゲノムに対してアノテーションをつけたいんですけど、なかなかそこまで間に合ってないですね。
そんなん用意しといてよって言うかもしれないですけど、じゃあ誰がやるんですかという話になって、まあ、そういうのを実際にやれる人とかいうのをもっと育てようということで、こういう活動も実はしている部分が、あのデータを育てようということで、アジャックスの A はあのデータの A なので育てようというのがあってですね、こういう仕事やりたいっていうような人がいたらどんどんやってほしいと思うんですけど、なかなか日本だとそういうのをやって活動しているところがあんまりなくてですね、そういうグループがなくて、そういうふうなのもっとやらないといけないというふうに思ってはいるんですけど、なかなかちょっと、追いつけてないところがちょっと日本はあります。ですが、ちょっとすみません、だいぶ脱線しました。ゲーゲノムっていうのはここにある通り、そのミスマッチを許したり、なんとかもできるし、なんだ ATGC 以外 の R とか、別 の曖昧な塩基配列のコードに対しても対応してます。あとギャップも入れられます。 N とかも N も許容します。でそういうふうな、タイプでゲノムに対して自分の欲しいものが検索できると。で一番の、応用はですね、 PCR のプライマーですね、プライマー発注する前にこれでやったらどう増えてくるかというのが、みんなよくやってます。こういうふうに、やることである程度予測できるわけですね。プライマーの設計に非常に、よく使われてますので、皆さんよかったらぜひ使ってみてください。こういうのもあると。これゲノム、これはちょっとセルビジエの話とか出てますけど、いいか、特にいいんで、ゲノムブラウザに飛んでますっていうような話ですね。そういうふうなのをやってます。これもゲーゲノムに関しても、統合テレビがありますので、そっちで詳しく見ていただけるといいかなと思います。で、このゲーゲノムに関しても、僕らのところのサーバーに対してプログラム的にアクセスすることも API ってやつですけどできるんですけれども、実際に自分のところでしかない、配列に対して配列類似性検索をガンガンかけたいというときは、このローカルブラスト、つまり自分のコンピューターにブラストをインストールしてっていうのでやれるということがあって、実は今のパソコンにも増谷先生が実はブラストインストールしてくれてて、できなくはないんですけれども、それを今回はちょっとやろうかと思ったけど、ちょっと今回はやらないので、このローカルブラストを実際にこう自分のところにこのパソコンに入れてやるっていう講習会をするだけで、それもやっぱり3時間かかるので、昔やったんですけど名古屋で、それの時の資料がこっちにありますから、それを見てこれが興味がある方はやっていただいたらいいですし、実はそれをセットアップするための統合テレビっていうのもたくさん作ってありますので、Mac でも Windows でもどっちでもできるっていうふうなものが上がってますので、そういうのを見てください。今日はそういうふうな方法もゲノム塩基配列を検索するための方法としてあるんですけどっていうことだけお話しておきます。で一番の本題はこのアノテーションを見るというところです。やっとなんですけど、で先ほどら言ってるようにアノテーションっていうのは、実際に、ゲノム配列読まれたところに対して、この一番染色体のここからここまではエクソンでした、ここからここまで制御領域でしたとか、あと転写因子の結合配列で領域と予測されましたとか、そういうふうなものをどんどん記述していくもので、特にゲノムに対してなされたアノテーションのことはゲノムアノテーションと呼んでます。はい。でさっきも言った話なんですけど、ゲノム配列にはバージョンがありますということですね。ここに書いてある通り、ゲノムアノテーションが最新のものに対しても遅滞なくきちんとなされているわけではありませんということですね。で大体人マウスで今ゲノム解析をするときに使われるのはこの HG38 か HG19 で、マウスの場合は MM10 か MM9 であるということです。でこれなんですけど、今多分現時点で一番ゲノムアノテーションが、いいのはこの、HG19 の方です。人に関してはで GRC H37 もしくは HG19 の方です。なんでかっていうと、こっち側ができてまだ間もないわけじゃないんですけれども、ないために、塩基配列に対するこうアノテーションの付き具合はこっちの方がいいと思います。でマウスに関しては MM10 が出てだいぶ経ってきてて、どっちでもあるんですけれども、最近出てる論文はまだ MM9 が多いですかね。でもだんだんこっちに移行しようとしています。でそういう状況で、実際にそれがどれぐらいアノテーションがついているかというのは、今から皆さんで実際に自分の目で見ていただこうと思いますので、それを今から言います。じゃあゲノムブラウザーやりましょうか。でゲノムブラウザーなんですけれども、先ほどら言っている UCSC ゲノムブラウザーですねを見ましょう。じゃ あこれですけど、アクセスします。はい、やりましょう。
ょっと前置きが長くなりましたが、はい、これがそのゲノムブラウザです。で、じゃあこれをやるのにまずは、この通りやります。1番やりましたね、アクセスしましたね、皆さんいけました。で2番なんですが、上部のメニューバーのゲノムズにマウスを乗せるとなんか出てきますけど、気にせんとクリックしてくださいってことですね。これですね、ここでここに乗せるとなんかこの出てくる、つまり、まあ、人とマウスの場合は典型的なものが決まってるのでもうここで選べよって言ってくるんですけど、とりあえず現時点では選ばなくてゲノムズって このままクリックしてください。そうすると、多分こんなんが出てきて、まあ何も言わなかったら人が出てくると思います。人のしかも、HG19 古い方が出てくると思います。でまあとりあえず気にせずにここから古いと新しいの後でちょっと、見定めるとして、これは、ここからちょっとゲノムブラウザどう使うかという話をちょっとしようと思います。まあそれでも、まあ、ゲノムのなんかって言っても結局はみんな遺伝子を知りたいと思うので、みんな自分の知りたい遺伝子を入れてみましょう。僕実は低酸素の研究してるんで、あの皮膚1アルファが知りたかったんで皮膚1をちょっと、例に挙げてますけど、何でもいいです、自分の好きな、まあない人は皮膚1アルファ一緒にやりましょう。皮膚1って入れると、実はお前の言ってる皮膚1は皮膚1アルファか、それとも FIH の方ですけど皮膚 1AN の方かとかインヒビターの方かって聞いてくるんですけど、まあここでここまで入れて保管機能が効いているので、このここでマウスでどれか自分のやりたい、実際自分が意図しているものを選びましょう。これはあの実はいろいろ入れても出るんです。例えば TP ってやると TP53 が本当は多分一番なんですけど、73だったかもしれないのでこういうふうに出るんですけど、あ63だったかもしれないんで、あのこうやってガーッと出るんですけど、ここから選んでやるっていうふうにするのが割と、まあ、あのこのファイル保管機能のいい点なので、ファイル保管じゃ遺伝子名保管ですね、すいません、あのできるので、まあ今は HIF1 をやろうと思うんですけど、 HIF ってやっても HIF1α だったり 3α だったりこう出てくるんですけど、まあ HIF1α なんで HIF1α のとこをこうマウスでこうやると反転表示しますよね。その時点でもう一回ここでクリックするとそれが選ばれて、HIF1α がコードされているゲノムの領域に、飛ばないか、あとサブミットをしましょうかすいません、サブミットしてください。そしたら飛びます。みんなでやったからちょっと遅いかもしれないね。はい、でなんか挙動おかしいぞって人います？大丈夫？ゲノムブラウザここであのできてなかったらちょっと悲しいんで、大丈夫ですか皆さん？もちろん僕は HIF1 アルファやったけど皆さん別飲んでも構わないし、はい。でこれ出たのは実はその HIF1 アルファの遺伝子がコードゲノムでコードされて領域が出てます。でエクソンの端から一番 の果て、エクソンというわけじゃなくて本当はこれ、UTR も含めてなんですけど、遺伝子がコードされ遺伝子と言われている部分の領域を端から端までゲノム中にマップするとだいたい52キロぐらいの領域に、ゲノム中にあるというのが分かるんですね。いいでしょうか。でですね、このこれなんで複数あるのやっていつも言われるんですけど、これはあの遺伝子のモデルだからここになるよっていうのは一つじゃないんですね。なんでかっていうと、いろいろ選択的スプライシングとかアイソフォームとかがあって、特に有名な遺伝子になればなるほどこれが多いので、あの1個じゃないので、まあ集合的にどれが正しいのかなっていうのをこうまあ見てほしい。どれが正しいかっていうのははっきり言うとわからないんですね。あの要するにアイソフォームでいろいろあると。だからほら見ての通り3プライムエンドが揃ってないでしょ。だしなんかエクソンスキップしてるのもあるしみたいな、これなんかスキップしてますね。あとなんだっけ、あの転写開始点も違うのが、転写開始点が違うのもあると、まあ、そういうもんなんです。でこんな風なんで見えると。でいろいろあって、他のここに書いてある情報がそういう風にあの、いろいろあって、ここの100バートコンスっていうのはこれ100種類のバーテブレートで、保存されてよく保存されている領域で、保存されてればされているほどこうヒストグラムが上に出るんですけど、まあ、見ての通りエクソンのところはよく保存されてそうですね。HIF1 なんていうのは結構あの普遍的に生物で あるものなので、あのこういうふうに出てるんですね。であとやっぱマウスとかドッグとかエレファントで共通しているところはこれ色がこう黒くつくようになってて、はい、まあ、生物主観の
保存性を見るのにいいと。ゼブラフィッシュがこれ上からこの2つ目にありますけど、まあ、こんな風になってると。でちょっとトラックの説明が長くなっちゃいましたけど、まあ、こんな風になってるんですね。で、まあ、これだけ見てもなかなかこれですね、皮膚がんが構成されたゲノム領域が見えますと。なかなかわからないんで、どうしようかなと思うんですけど、とりあえずですね、すいません、1個説明忘れてました、大事なこと。この、まあ、このなんかイメージだけを見ててもなかなか面白いんですが、実はアノテーションっていうのはずっとこの下に出てるんですね。この下になんかハイドハイドハイドって書いてると思うんですけど、たまにパックとかデンスとかなんかなってるんですけど、これが実はゲノムアノテーションなんですね。でここに出てて、今これだけでもなんかゲノムアノテーション多いなと思ってうんざりするかもしれないですけど、実はほとんど使えるゲノムアノテーションは隠されてるんです。入ってないんです今ここに。だからハイドになってるんです。ほんの一部ですね、ここに入ってるの。このデンスとか入ってるのは、まあ、電子濃くして上に載せますよっていう風な意味なんですけど、フルってやると全部なんですけど、まあ、そういうように載せてますよと。だからヒューマンメッセンジャー RNA とかスプライス EST っていうのは載してるんだけどデンスで載してますと。それがいっぱいこうあるんですね。これを使わない手はないというのが、実は今日これを覚えて帰っていただければもうそれでいいぐらいです、大事なこと。で今日はもうこの残りの時間、ここからこのハイドになってるのを足したり消したりして遊ぶのを、ちょっと遊ぶというか、まあ、研究するのをちょっと皆さんと一緒にやろうと思います。はい、それでですね、まあ、これがもうこれが一番そのゲノムブラウザーの基本画面で、まあ、いろいろあるよっていうのを見ておいてから、よく僕がやるやり方を皆さんに伝授しようと思います。まずですね、これ遺伝子コードされた領域飛ぶのも嬉しいんですが、大体の場合は調節領域とか見たくて、中の領域もまあ見たいんですけど、外も見たいんですね。でよくやるのはズームアウトで 3× やります。 3× のとこをクリックします。なんでかっていうとですね、それにはちょっとそれなりの理由があって、このボタンが用意されているのはそれの理由があって、 3× するとその皮膚1がコードされているところがこのちょうど真ん中に来て、それと同じ長さの部分が5プライム側にこっち側で、 3プライム側にこっち側出るというふうになってます。で実はこれ5プライム側か3プライム側かっていうのはこれ遺伝子によって違うんですが、多分皮膚1はこれ矢印の向きがこっち向いてますよね、なんか矢頭が。でなかなかいい例がないですけど、逆を向いてる時もあるんです。これ逆を向いてると遺伝子がこの鎖の逆側にマイナス3の方にこうされてて、遺伝子がこっちからこっちになってる時があります。そうする時は5プライム側が右側になるし、3プライム側が左になるんですね。それはもうみんな分かってると思うんですけど、そういうわけで、つまり言いたいのはその遺伝子のその周りの領域をこうざっくり見るのにこの 3× ぐらいするといいと。ただそんなにもうこんなに広くも見たくないと、隣の遺伝子ぶつかってるやないかときは 1.5 でいいんですけど、まあまあこれぐらいやっていただければいいと思います。で隣の遺伝子がもう近くに来てるよねとか、もう隣の遺伝子が全部入っちゃってますけど、まあ、こんな風な感じでこの皮膚1の、まあ、いわゆる制御領域と呼ばれているものですかね。皮膚1の場合は、まあ、上流下流両方あると思うんですけど、まあ、こういうイントロンの領域なんかも含めたゲノムやものが見えるし、それがまあ染色体、まあ、皮膚1の場合14番染色体にありますけど、それのこの辺の領域でしたというのがこう分かってるわけですね。この部分が拡大されてこれになってるというのがこのゲノムブラウザの基本なんで、ここまでいいですか。じゃあ今からアノテーション足すっていうのをうずうずしてると思いますけど、一緒にやりましょう。でこれもね、いろいろあるんですけれども、この辺今説明しましたね。でもうみんなさんてか、あったコスミックやろうと思います。いきなりでコスミックは実はこの中にあるんです。すでに気づきました。コスミックは実はこのアノテーションの中にあるんです。まあ、探すのが嫌な人はコントロール F でコスミックってやってください。そしたら出てきます、これですね。いや探さなくても実はフェノタイプ&リテラチャーのところにあります、ここに。はい、でそれ見ての通りハイドになってますね。なんたることだと、これはコスミックを見たいのにということで、コスミック見ましょう。じゃあここの6番にある通り、コスミックがハイドになってのデンスに変えてリフレッシュをしましょう。これでどう変えるかというと、これ
よくあるやつなんで、こう1回クリックするとこうやってバッと出るんで、まあ、いきなりフルにしてもいいんですけど、ちょっとまあちょっとずつやりましょう。デンスにして、それでリフレッシュってボタンを押してください。そうすると何が起こりますかね。赤いのが出てきたでしょ。これがコスミックです。コスミックってカタログオブソマティックミューテーションインキャンサーと書いてると思うんですけど、コスミックのゲノムアノテーションがこうやってつきました。でこれは縦棒でこれちょっとしか見えなくて、まあ、これが何やったかっていうのはこのマウスをこう入れると情報が出るときもあるんですけど、コスミックの場合ちょっとこの領域じゃ広すぎてあんま飽きませんって感じなんで、どうしましょうかね。じゃあまあ出ますってやつですね。でまあざっくりとこれコスミックの情報が多いところっていうのはそのデンスでは分かるというレベルで、実際に詳しい情報を知りたいときはやっぱりデンスじゃなくてもっと情報の質を上げたいと。でここにある通り、ハイド、デンス、スクイッシュ、パック、フルって下に行けば行くほど情報量が増えます。情報量増えるっていうのは確かに嬉しいことなんですけど、その分見づらくなります。なのでこの辺はいろいろ変えて自分の必要な情報が得られるようにしてほしいんですけど、とりあえず今フルにしてみたいと思います。でフルにまた変えて、でリフレッシュしてください。そうするとどうなりましたかね。こんな風に出ちゃいました。もうコスミックだけになっちゃって、真っ赤っかになっちゃって、こんなんですね。でこれはだからコスミックでミューテーションが報告されているところに関して全部縦にこのコスミックの番号とここでしたよっていうのをブワーッとこう書いてあるんですね。でここの縦棒のところがその位置で、あとはアノテーションみたいなものですね。アノテーションですね。そのそれに関するどういうミューテーションでその記述があったか、あとコスミックの ID がこの縦に出てると、そういう状態になります。こんなんいっぱい出すぎてちょっと見たくないですよね。っていうのがこの8番でした。はい。でこれのこの図の見たい場所をクリックすると詳細情報得られるっていうのは、例えば私はこのエクソン、そうですね、ここのが見たいなと、何でもいいんですけど、これでこの部分が見たいっていう時に、この今の場合このなんとかなんとかリバーってやつですけど、これをクリックすると画面が変わって、そのミューテーションの部分の詳細情報がさらに得られます。それはコスミックの ID が出てきて、遺伝子が何だったというのと、ミューテーションがどういうミューテーションが入ったかとか、これですね、フリーケンシーが何だとか、あとそれに関するディスクリプションがどうだとか、そういうのがザーッと出てきて、でどういう方法で計算したとか、どうやって表示されているか、でこれに関することを誰かに問い合わせたときはどこに言えばいいか、あとそれに関するリファレンス、サイテーションするだったらこういうふうにサイトしろというのがざっと出ます。はい。これがまあ実際のそのここの、まあ、そのエントリー、コスミックのエントリーを見るための方法の一つです、これが。それで、まあ、これはもう分かったので、一個戻りましょうか。で、戻ると、さっきのに戻れるんですが、ちょっとまあ、表示が時間かかるかもしれない。で、実際に、もう一個言っとくと、これは中の部分をクリックしたから、そういうふうに詳細情報になったんですけど、こっちの ID 側をクリックすると、この、コスミックというものに関する一般的な情報が得られるはずなんですけれども、あれ得られてないな、ちょっと待ってね。あ、すいません、間違えた。これここをクリックしてもコスミックに関しては分からなくて、ずっと下の方のさっきのこのコスミックってところの、フルとか変えましたね。これの上の部分ですね。この上の部分のこのコスミックっていうところをクリックすると、そのコスミックに関する詳細、一般的な詳細情報が分かると、まあ、さっき個々のやつ見たのとすごく似てるんですけれども、まあ、データのバージョンであるとかメソッドとかが全部分かると。で実際には多分一個ずつこのアノテーションを付け足してどうなんだっていうのを知るのは難しいので、この辺にあるアノテーションをですね一個ずつ見てクリックして、その読んでみて、これが自分にとって欲しいアノテーションなんだなっていうのを、まあ、見てからこう
デンスになってるのをこうパックにするとかフルにするとか、そういうふうにして足していけばいいというのがこのアノテーションの使い方なんですね。まあ、実際にはいろいろあって、何が何だかこの辺のって短縮名称になってて、これ見ただけじゃまあ分かりません。普通は分からないので、例えばエッジインブって何でしょうって言ったら、これクリックしたらエッジインブっていうのはこんなんでしたっていうのが分かって、これは実は日本でやったもんだっていうのがこの辺に読むと分かると思います。まあ、エッジインブデータベースで、産総研に以前あったJBERCってとこでやったもんですとかいうのが全部書いてあるんですね。でこういうリファレンス引けよというのが言ってくるわけです。はい、そうですね。そういうのがまあ分かるっていうのはこの、ゲノムアノテーションで、まあいろいろあるんですね。でじゃあこれこんなんいっぱい出ちゃっても一個ずつこれまた設定元に戻すの大変やなと思うと思います。ですね、それは実はこの10番は今終わって11番ですね、いろいろいじってしまうと元に戻したい時がありますと。その場合はデフォルトトラックスっていうボタンを押してください。そうすると元に戻ります。一緒にやりましょう。それはデフォルトトラックスはどこにあるかということですけど、このイメージの下にいくつかこうやって並んでるんですけど、ボタン、それの一番左からの2個目です。デフォルトトラックス、これクリックしましょう。そうすると今のコスミックのフルのやつが消えてこう元に戻ります。はい、これは覚えて帰ってください。デフォルトトラックスにすれば元に戻る。でもう常にこうやって何かいろいろいじって元に戻して、でまた足してみて元に戻してっていうことをしていって、超自分なりのこういいアノテーションを探っていただければというふうに思います。例えば今日はコスミックをちょっと例にしましたけど、そういうのがあると。それでじゃあこのトラックいいね、でもこれ一個ずつ見ていくの大変ですよね、でそれはその通りです。じゃあトラックを検索できるといいよねって、 Google みたいに。じゃあそれができるの当然作ってあって、それがそのトラックサーチってやつですね。今の見てたそのデフォルトトラックスの左側にトラックサーチとなります。ここからそういうことができます。じゃあやってみましょう。これですね、トラックサーチ、これですね。これをボタンを押してみてください。そしたらちょっとはい、でこんなふうに出てきます。でこれ初めてやる場合これで真っさらなんですけど、前になんか自分で検索してたら、これ検索履歴を覚えてることがあるので、それがいきなり出てくるかもしれません。でここで例えばまあ何でもいいんですけど、キャンサーとかやってみましょうかね、がんだからせっかくで、サーチってやるとそのキャンサーっていうのがトラックにの記述のどっかに入っているものがこう出てきて表示されます。まあコスミック、そうですねだからコスミック一番上に出てくるわけですよ、当たり前なんですけど。でここでこのアノテーションいいねって足したかったら、これもこの辺のチェックボタンを入れて、パックかフルかなんかいろいろ選んで、選んだ上で、ビューインブラウザーっていうボタンを押せば、このトラックがですね、ゲノムアノテーションで付与されて、こういうふうにですね、コスミック。で今、実はフルじゃなくて、コスミックの場合、今、パックっていうレベルを選んだから、こんなふうに出ました。ちょっとデンスと違うでしょ。こういうふうに、いろんなレベルを選べるんですね。それが4段階ぐらいあると。そういうふうに、コスミックの領域がこういうふうに出てくるというので、分かって出ます。で、コスミックにはこの皮膚アルファの、5プライム側のこのエクソンのところには全然なんかデータがないとか、なんか分かるわけですよ。で、まあ、またこれも、ちょっともうまた検索したいから、とりあえずデフォルトに戻そうということで、デフォルトで戻すと。で、また真っさらにして足すというのが、まあ、そういう流れで新しいのを探していくというのがいいかなというふうに思います。まあ、何でもいろいろあるんで、ここの中から気になるものがあったらこれを足してやってみるっていうのがいいと思います。もちろん今からまたこれ言うんですけど、チップセックのデータとか皆さんやってみたいと思うので、そういうのもまあ使えるようにしたいと思います。したいというか、使ってみてください。で今日はちょっと講習会なんで、いろんなことを教えないといけないから、このチップセックのデータを見て、まあいろいろ考えてみたいのは分かるんですけど、ちょっとまあ欲張りにですね、今日はもう一個このトラックサーチっていうのは、実はこの UCSC のゲノムブラウザーで持っているトラックに対しての検索だったんですが、実は UCSC のゲノムブラウザーも全てのゲノムアノテーションが管理できないぐらい、世の中にゲノムアノテーションが増えてきてしまってですね、外にあることがあるんですね、トラックが。それは実はここにまだ統合されてないんですね。でそれを
足すためっていうのが、足すものがこのトラックハブってやつなんですね。トラックハブっていうのを使うと、その外部で管理しているゲノムアノテーションを UCSC ゲノムブラウザー上に、あたかも UCSC のゲノムブラウザーがデータを持っているかのように見せれるサービスということになってます。まあそういうのもあってですね、これだけじゃ全ては尽くしてないんですけど、これだけでも割と十分便利なものがあるんですが、さらにこういうので探してもないという時に、この外部のものを検索してみましょう。これはトラックハブってものを、検索するんですが、これに関してはちょっとさっきの同じボタンからはいけなくてですね、ここの下のこれじゃなくて、ここじゃなくてですねこの上の方になります。これは、トラックハブ、これですね、マイデータってところをにこう入れるとですね、出てきます、トラックハブって。これをクリックしてみてください。そうすると外のデータを追加するウィンドウがに遷移してですね、なんか足せるようになります。ちょっとみんなで一気にやったから出てないかもしれないんですけど、待ったらこういうのが出てきてですね、まあ何でもいいんですけど、まあいろいろ検索してみるのに、まあ今日はもうキャンサーのキーワードで言ってるんで、キャンサーっていうので、ここのパブリックハブってやつで、まあ何も考えないでこれ出てきたら、ここにキャンサーって打って、サーチパブリックハブスってやってみてください。僕もやっと出てきたんでやります。まず実はリストでここの下にいっぱい出てるんですけど、これもリスト1個ずつ見ていくのも多分大変だと思うので、自分のなんか興味のあるキーワードがある場合はこのキャンサーってやってやってみると、とどうだろう、重いか、いけるか。実はここにもうあるんですけどキャンサーゲノムポリエサイト&ユーセージと、あとはキャンサー関係のこういうものが出て、このトラックハブ外部にあるものなんですけど、それに対してこれを入れますよっていうのは、このコネクトっていうのができます、できるんですけど、この時気をつけてほしいのは、どのアッセンブリ、要するにどのバージョン、人のゲノムのバージョンに対して付けられたアッセンブリであるかと。で、先ほど来なんか人は19となんかがあるとか言ってましたよね。これですね。で、見て分かる通り、このトラックハブにあるようなもん HG19 しかありません。なんか1個変なのあるけど、これは違う生物です。忘れ、これ多分あれかな、犬かな。まあ見ての通り、HG19、 要するに GHC H37 の1個古い方にしかないんですね。っていうふうに、最新の方はまだなんかそういう外部の有用なデータがまだ間に合ってないですね。なんでかっていうと、やっぱりその論文出してからとかそういうのがあって、一回そのデータとしてフリーズしたら、でそれに対して皆さんなんか論文書いたりとか、みんなで共同研究室で議論したりするんですけど、それにはすごい時間がかかると。そうすると最新にはなかなか追いつかないんですね。だからこういうふうになってて、ですいません脱線しましたけど、例えばこの一番上のやつが、使ってみたいったらコネクトってやると、ちょっと待てと出て、入ったよっていうふうに出ます。入ったので、またさっきと一緒でなんかここで検索していただいてです、何でもいいんですけど、今度はじゃあ、何でもいいです本当。まあ HIF1α さっきやってたから HIF1α でいいかな。そうしてサブミットってやると、このトラックハブっていうのが追加されて、トラックハブで追加した、トラックが追加されて、こういうふうに出ます。これは多分じゃあ何のやつだったかっていうのは、この下に行くと、その自分の足したキャンサーゲノムポリエサイト&ユーセージっていうのの、このセルラインとティッシュってものが足されてるってことが分かって、じゃあセルラインとティッシュって何やねんって話なんで、分からなかったらこれをクリックして、この詳しい説明を読んでみてください。まあ、なんかセルラインで、これポリエですね、ポリエのデータ、ポリエサイトのデータが入ってますよってやつですね。それがこれですね、ポリエのデータがあればこういうふうに出ているようですね。まあそういうものがこうやって足せるんですけど、で、このトラックハブに関しては、実はここのデフォルトトラックスは消えないのでこれを使いたくなくなった場合は、このマイデータのもう一回トラックハブのセッションからアクセスして、これでディスコネクトってやってコネクションを切ってください。そしたら消えます。ただ消すだけだったら、トラックの状態をハイドにすればいいだけだったんですけど、まあそういう、まあ
足したり消したりとかいうのができるんですよっていうのがこの、UCSC の使い方でした。なんかすごく僕は使い方だけを教えてあんまりそのこれ分からなかったんですけど、自分の興味あるものをこう、遺伝子を検索してそれに興味あるものをこう足したりとか引いたりとかしてみると、もっと皆さんにファミリアになると思うんで、ちょっと復習は自分のやつでやってみてください。はい。まあ機能としてはこういうふうなものがあるというのをちょっと今紹介してます。で、あともう一つで紹介したい、最後に紹介したいのがそのアンサンブルゲノブラウザーっていう方で、まあ、HG37 はこんな感じでアノテーションがあるんですけど、例えばこっちで HG38 の新しい方をやると、さっきからあんまりいいこと言ってませんけど、こんな感じでアノテーションないんです。ほらこんだけしかないんです。古い方はもう一回やりますよ。古い方はこんな感じでいっぱいいろいろあったんですよ。こう多いのに対して、しかもこれ辺ってもう隠してますね。もっとあるんです本当は。なのに対して、H38 っていうのはあんまりないんですね。こうまあこれがあんまりあるとないというかはちょっとまあそれぞれの人であるかもしれませんけど、基本的にはないと現時点では言われています。ただもうちょっとしてあと1年も経ったらこっちの38の方が使われるんじゃないかなっていうふうに我々ゲノム屋さんの間では言ってます。でまあそれはともかくとして、とりあえず37にしといてですね、していただいて、まあ何でもいいです。遺伝子自分の欲しいやつを検索して、まあ僕はさっきからヒフンアルファばっかりやってますけど、ヒフンアルファにしときます。しといて GO ってやっていただいて、ヒフンアルファの領域を行きますよね。でこの時に、実はその UCSC ゲノムブラウザーのこれ世界でこれだけで閉じてたらいいんですけど、たまにアンサンブルゲノムブラウザーっていう方がいいよっていう人はヨーロッパの人はよくいると思います。確かにいいんです。でもここの今見てるやつのところをアンサンブルゲノムブラウザー見たいよってことが多いと思うんですけど、その時はこれボタンがあって、ここのビューっていうので中にアンサンブルってあります。これをクリックすると同じゲノムの領域がアンサンブルゲノムブラウザーで見えます。で今ヒフアンを見たはずですよね。でヒフアルファの高度した領域を見たはずなんですけれども、なんか出てきたな、もうこんなんいいです、ちょっと聞いてもらいましょう。ヒフアルファを見たてか UCSC ゲノムブラウザーでヒフアルファを見てて、こっち飛んできたんですけど、なんかヒフアルファの領域っぽくないですよね。見ると確かにヒフアルファこの辺にあって、ずれてますよね。なんでずれてるか、なんでだと思います？実はこれ今見たアンサンブル飛んだ先がゲノムのバージョンがかかっちゃってるんです。38になってるんです。つまりアンサンブルの方のデフォルトのゲノムのバージョンは最新の方の H38 なんですよ。なんだけど UCSC の方のデフォルトはもう一個前の37なんです。こんな風にバージョンが違うと同じ座標を指したはずなのにずれてるんです。ずれちゃってるんです。ここにあるんです。ヒフアルファ。困りますね。困るんですけど、これ両方のまあサイトでデフォルトとしてるのは今食い違ってるからこういう風なことが起きるんです。でも多分もうちょっとしたらUCSC の方が38になってこれで合うと思うんですけれども、まあその証拠にですね、ちょっと、もう一回このゲノム UCSC の方で HG38 にして IF1α とかって検索して IF1α のあるところに飛んでですね、やっぱりこのアンサンブルのやつでこれ一回飛んでみましょう。ビューでアンサンブル、そしたらちゃんとバッチリ合うはずです。バージョン一緒なんで。ちょっとアンサンブルゲノムブラウザー重いのでちょっと表示には時間かかるんですけど、こっちの方がなんか僕は表示が綺麗で好きなんですけど、まあそれは趣味なんであれですけど、これほらね、ヒフンアルファのところに飛びましたね。ほらちゃんとヒフンアルファになってます。というふうにゲノムのバージョンって大事なんです。遺伝子名でやってる時はこんなん気にせんでよかったんですけど、ゲノムになった途端こうやってバージョンをよく気にしないと、今まで自分たちが使ってきたそのゲノムアノテーションのバージョンとかがこうバージョン、ゲノムのバージョン変わることですっかりずれちゃうんで、それを自動で変換するようなのも今いろいろやってるんですけど、結局はその全てに対して同じルールを適用できないためになかなかこうはできないと。なのでよくこれ意識してください。ゲノムバージョンを常に意識して使うようにっていうのが
失敗しないためのアドバイスでございます。でこれがまあアンサンブルゲノムブラザーの方の領域で、こっちの方がなんで僕いいかっていうと、染色体のこの領域、この赤い部分、この絵を拡大するとこんな風にまあディテールになってるけど、でさらにこの部分の赤のでくくった部分がさらに下の部分の赤い部分になっているという風に、まあどんどん段階を追ってこう3つになってるんですね、このアンサンブルの方は。だからこっちの方が僕はなんか見やすい気がするんですけど、まあこれはこれで個人の趣味なんで、どっちでもいいと思いますし、あと一つ気をつけてほしいのは、UCSC の方でこのアノテーションがあったのにアンサンブルないじゃないかと、むしろ逆ですね、 UCSC ないのにアンサンブルの方にこれ書かれてるトラックは何ですかみたいなことがあります。それは実は UCSC で提供しているゲノムアノテーションと、アンサンブルで提供しているゲノムアノテーションは基本的に元々のゲノム配列は一緒だけど、そのゲノムをどうつけるかというアノテーションの手続きが独立なために、違うために違います。で基本的には例えばコスミックのアノテーションというのは両方とも同じに入るわけですね。ここでコスミックのアノテーションも足せるんですけど、それを足した場合は同じです。ですがそのアンサンブルで作っているアノテーションと UCSC の方で作っているアノテーションというのはそれぞれ別なんですね。で NCBI でやってるのも違うし、でもそれのゲノムブラウザ使っているところ以外のサードパーティー のゲノムの座標に対するアノテーションっていうのはどこも共通なんだけど、これそれぞれごとで遺伝子を予測したりとかどうとかっていうのは違うんですね。だからそれもよく知っててください。で UCSC、アンサンブルの場合ちょっともう時間ないのであんまり言いませんけど、アノテーション足すときはこっちのここからやります。はい。でちょっと一つだけみんなでやろうと思っているのは、この辺は今説明しました。これですね、ゲノムバージョン、バージョン同じならサイトでも同一ですが、アノテーションの提供サイトで異なります。で、一つだけ皆さんにしといてほしいのは、このシンテニーマップは簡単に書けるって話です。これの、これを見たときに、ここにシンテニーってありますよね。このシンテニーっていうのをこうクリックすると、シンテニーのマップは簡単に書けるという話ですね。違ったっけ、これ間違えたかな、合ってるよね。コンパラティブゲノミスシンテニーをクリックする。ちょっとまあみんなでやってるんでちょっと時間かかると思いますけど、ちょっと待ってね。はい、これですね。で今皮膚アルファを見てたんで、人ん、あ、はい、人のまああれ、あ、そっか、人のこれ遺伝子のこの領域が、これはムスムスクルスの12番染色体のこの辺と、ムスムスクルスの14番染色体のこの辺はここに当ててこうひっくり返ってますとかいうのがこう表示できて、今見てる皮膚アルファはここだったという赤い部分ですね、っていうようなこのシンテニーマップっていうのが簡単に書けます。で生物種とかもここで選べたりとかできるので、まあモデルでどの部分に自分の知りたい遺伝子が載ってて、それの遺伝子の並びがどこぐらいまで保存されているかというのはこれで知ることができると、で簡単に書けるというふうな、まあ、ツールがあって、こっちはやはり可視化の方がアンサンブルの方が強いので、こっちの方がまあ面白いので、ぜひこっちも使ってみてください。これに関しても、まあ、ゲノムブラウザーとかなんかいろいろある、ウェブ統合テレビであるので、ぜひこれも使ってみてください。ちょっと今日は割と、なんていうのかな、ゲノブラザーの話と、それの割と実践、普通の使い方をお話したんで、ちょっと本当だったらこういう応用問題やってみたいんですけど、ちょっと今日はないので、興味のある人はこれ後で見てみてください。これはですね、もともと、ラウス肉種ウイルスって、ニワトリが持ってるウイルスありますけど、あれはもともと宿主の遺伝子をウイルスが持ち出してるって話なんですけど、それが宿主の遺伝子を持ち出したやつがウイルスのゲノムを決めた時にウイルスの中に入っててですね、それが元の宿主 のやつに対してこうブラス配列類似性検索をした時にどれぐらいどこにミューテーション入ったかとかいうのが見れて、なかなか面白いので、まあ、そういうゲノムの時代ならではのこう検索みたいなのができて面白いっていうのを、まあ、昔から僕これ、よく教材で使ってきたんですけど、それの統合テレビがあるんで、まあ、ニワトリゲノムにこう当てて検索痕跡を見るというようなこともあるし、まあ、それ以外に、
ゲノブラザーの配列取得のを使っての、上流領域の配列を取得する方法とか、先ほど来言ってたそのトラックって、ゲノブラザーで見えてるやつは自分で何か書いて足すこともできるんですけど、そういうのの実際のやり方とか、そういうのも、発展的な統合テレビがあるので、ぜひそれも、見てください。もうちょうど時間になりましたんで、この辺で終わりたいと思います。今日は1日お疲れ様でした。また明日もよろしくお願いします。